んにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日は夏バテで食欲がない時でも食べられる一品をご紹介します。それがこちらです。これはマングビーンのゼリーです。さっぱりしていて喉越しもいい中国の冷菜です。マングビーンズはビタミンやミネラルが豊富で健康にいい食材です。タンパク質もたっぷり入っています。マングビーンパウダーと水の比率が重要なので、何度も試行錯誤を繰り返してついにちょうどいい比率を見つけました。それが1対7です。今日は2人分の作り方をご紹介するので、マングビーンパウダー大さじ2杯に水カップ1と4分の3を合わせます。まずパウダーをお鍋に入れます。それから水を加えます。よく混ぜます。これを火にかけます。ずっとかき混ぜていてください。だんだんととろみがついてきます。滑らかになったら火を止めます。これを底が平たい容器に移します。アーユルヴェーダと中国の漢方によると、マングビーンズは体の熱を取る食材とされています。そういうわけで、夏の暑い時期に食べるのがおすすめです。木べらで容器の隅々まで平らに伸ばします。最後に表面を整えます。これをこのまま放置して冷まします。30分後、固まりました。ナイフで細く切っていきます。これは四川料理の定番で、家庭でよく作られるだけでなく、レストランのメニューにも必ず入っていますが、残念なことにアメリカの四川料理レストランではめったに見かけません。横にもナイフを入れます。
タレを作ります。醤油、ラー油、これは黒豆入りのラー油です。中国の黒酢、ごま油、パクチー、醤油大さじ1、少しぐらい多くなっても大丈夫です。黒酢大さじ1、ごま油大さじ1/2、ラー油も大さじ1/2、これをよく混ぜます。材料は概要欄にも載せてありますのでご覧ください。お皿にゼリーを移します。冷たくしたければ冷蔵庫で冷やしておいてください。ここにタレをかけます。このタレはしょっぱく、酸っぱく、スパイシーで香りのあるタレです。パクチーで飾ります。出来上がり。美味しいのであっという間になくなってしまいました。ぜひお試しくださいね。